パロネラ城、パロネラパークは、オーストラリアのクイーンズランド州にある観光施設。ケアンズ市街から南へ車で約90分の場所に位置する。熱帯雨林に囲まれた敷地内に遺跡風の建物と庭園が広がり、独特の神秘的な景観を見せる観光地となっている。この施設は1930年代に、スペイン人移民ホゼ・パロネラによって建設された。 小さな頃からお城が欲しいと夢いを見ていたホゼ・パロネラは、スペイン風の城と庭園を自らの設計で建設し、一般の人々に向けてオープンした。その後の数回にわたる自然災害や火災によって廃墟同然となったものの、その古代遺跡風の景観を活かして、現在は観光施設として運営されている。パロネラパークは建設時に敷地内の滝を利用した。 水力発電の設備が作られた。これは、クイーンズランド州北部発の水力発電であった。パロネラ家が居住していた当時には、土石流や洪水による被害があり、1977年に、一家がこの地を手放した後にもサイクロン被害や、火災といった災害が重なって一度は、完全に廃墟となった。1993年に、現在のオーナーである、 エヴァンズ夫妻によって買収された後は、その遺跡風の外観を生かして、庭園内ガイドツアーなどのアトラクションを中心に、観光地として再出発した。2004年には、クイーンズランド州観光局から優秀観光アトラクション賞、クイーンズランド州からビジネス奨励賞を受賞している。日本のアニメ映画、天空の白ラペタのモデル地であるという、 日本人観光客向けの宣伝が行われることで知られているが、これは制作のスタジオジブリによって事実無根であると否定されている。モデル地との噂は現地を訪れた日本人観光客のラピュタの城を思わせるとの口コミ情報から広まったと見られる。それが次第にモデルとして宮崎駿監督自身が現地を訪問して、 参考にしたといった噂の拡大を見せるようになり、実際に日本人観光客は増加したことから、現地観光会社でもこの噂を利用する動きを見せている。スタジオジブリ作品のモデルであるという噂によって、日本人観光客を誘致する同様の現象が、他にもオーストラリアの各所で起きているが、パロネラパークと同様に、モデル値や参考資料とした事実はない。 スタジオジブリ日誌2002年12月10日、スタジオジブリ公式サイト Q&A。ありがとうございます。